バスとは、コンピュータの内外、各回路がデータを交換するための共通の経路を指す、コンピュータ用語である。区形がデバイス、太線部がバス。複数のデバイスで一つの通信路を共有して、信号の送受信を行う。コンピュータにおいて、一つの信号線、通信線に複数のデバイスがぶら下がる構造を、バス型トポロジーという、本項目の バスの由来はこれである。そのため、1対1で接続する専用経路の場合は、バスと言わない。バスに似た用語として、チャンネルがある。チャンネルは、入出力チャンネルのように、メモリと入出力との間の通信路を指すことが多い。多くのコンピュータは、CPU など、コンピュータの中心機能と、周辺機器や、各種制御部をつなぐためにバスを使っている。 アーキテクチャが単純だった、黎明期のコンピュータでは、各要素が単一のバスに接続されていた。例えば、サンマイクロシステムズの初期のワークステーションでは、ベムバスやマルチバスを使っていた。しかし、コンピュータの性能が向上するにつれて、CPU と各機器とをつなぐバスの伝送容量も向上させる必要があり、次々と新しいバスに切り替わっていった。 マイクロプロセッサのメモリバスもこれまではバス型トポロジが主流だったがメモリの高速化に対応してチャンネルへと移行しつつある。またマルチプロセッサ構成を取るワークステーションが性能を最大化するために複数のプロセッサとメモリとの間での叩いたの同時通信を行えるようにしたクロスバースイッチを採用してきたようにマルチコアやメニーコアを備えた 新世代の高性能マイクロプロセッサの内部でも多くのコアとキャッシュメモリーや外部との高速大容量の伝送を可能にするためにチャンネルに代わってクロスバースイッチやリングバスが採用されるようになっている。機器内部の構成要素が接続されるものを内部バス、外部機器と接続するものを外部バスという。この分類はどこに視点を置くかで、例えばマイクロプロセッサ コンピュータの内部基板、コンピュータ装置の筐体等で分類の仕方も変わる。位置を明示した CPU 内部バス等といった表現やメーカーの標準機器と拡張機器といった小作上の分類などから拡張バスといったように呼ばれるものもある。1ビットずつ順番にデータを転送するバスをシリアルバスと呼ぶ。通常はクロック信号線は存在せず、 受信側での復調に必要なクロックのタイミングはデータ信号に重積して送っている。通信線路の本数が少なければシールドを充実させたり平行接続も比較的容易になるためだか周波信号が扱いやすくなる。複数の通信線路では互いの信号間でのタイミングがずれるタイミングスキュー、問題が起きるがシリアル化によって回避できる。 クロストークの問題も減少する。求められる通信容量の増大に対応してシリアルバスを複数組み束ねるものが現れているが、それぞれの伝送路に流れているのは個別のシリアル信号であって、互いの信号間にクロックの同期はない。シリアルバスの多くが通信線路の両端に送信端と受信端を持つチャンネルであり、物理的には本来のバス型トポロジーではない。 チャンネルであれば、原理的には、先端反射やスタブの影響を受けずに、ノイズの少ない高周波動作に適した通信路が得られる。初期のシリアルバスは、パラレルバスよりも、はるかに低速だった。など、シリアルバスが1ビットずつデータを転送するのに対して、元データそのものや、元データから切り出した複数ビットを一塊にして、同時に複数ボンの通信路で情報を転送するバスである。 パラレルバスが必ずバス型トポロジーを取るとは限らないがバス型トポロジーを採用するものが多い。クロック信号の専用線がデータ線と並行して設けられており受信側でのデータ復調の同期に使われる。信号線の本数が多いので一般的には不平行接続が採用されておりシールドの不足や線路間のクロストーク、路線長、 LRC 特性の違いなどによるスキューによって、高速伝送にはあまり向かない。ビット数すなわち並行する線路数は8.1632が多い。コンピュータで使用されるデータバスやアドレスバスに採用例が多く、外部デバイスをつなぐバスとしても用いられ、GPIV、IDE、ATA、s c s、SI、PC i PCI などがある。高速化に限界があるため、 PCI の改良版 PCI Express やパラレル ATA の改良版シリアル ATA ではデータラインはシリアルバスとなっている。バス型トポロジーを取るバスでは複数の送信回路が存在するために同時に送信を行わないよう伝送路へ信号を送り出す権利を調停する回路が設けられるのが一般的である。このような回路はバスアービターと呼ばれ、 バスアービトレーションを行う。調停回路を設けずに、バスの使用権を各送信回路へ順番に与える方式もあるが、バスの伝送効率は悪くなる。チャネルと異なり、複数の送受信回路が存在するバス型トポロジーを取るバスでは、仮に両端の終端処理を正しく言っても、途中の送受信回路の接続線やコネクタ類は、 スタブと呼ばれる引き込み部分を構成してこの部分で信号波形は劣化する。仮に途中のコネクタが空のまま放置されればコネクタの引き込み線部分から反射が生じる。路線長の違いや伝送特性の違いなどを補正するために伝送路を使用する前にトレーニングを行って並行するデータ線の信号特性を最適化するような工夫も行われたが、 長い配線を引き回しながら十分なシールドを行うことは難しく、コモンモードノイズは不平行伝送では乗けず、外来ノイズやクロストークを抑えながら高速信号の波形を乱さないように扱うには限界がある。CPU のマイクロチップ内部の信号線。CPU アーキテクチャ図により示されることが多い。バスの例 CPU 外部のバスあるいはターンに CPU バスという。 ここでは CPU とメモリ、入出力装置が直接バスで接続される簡単な構成を考えて見る基本的な例としてのバスの構造は下記のようになる。アドレスを転送するために使われる線。使われる線の本数をアドレスバス幅というメモリのアドレスや入出力装置のアドレスが出力される。例えば Z80 では p i a 0 0 0 a 1 5が アドレスバスである。アドレスバス幅は16ビットで64キロバイトのメモリを扱える。メモリアドレスバスと I、O アドレスバスはピンを共用する場合も独立している場合もある。CPU とメモリや I、O との間でデータを転送するために使われる線。基本的には双方向通信が基本だが S100 バスのようにコンピュータ周辺機器。 周辺機器コンピュータのデータの転送を分けたバスもある。使われる線の本数をデータバス幅という。データバスもメモリオと合い、応用とでピンを共用する場合も独立している場合もある。コントロールバスとも呼ぶ。アドレスバスやデータバスで実際に入出力を行うタイミングや、その他 CPU と外部との間での必要な制御情報をやり取りする信号線。入力。 出力は用途に応じて別。例として、各バスに有効なデータが載っていることを示す。制御信号のエッジで実際の転送動作が行われる。例えば、Z80 では、マレックピンがアクティブになることにより、メモリとの転送であることを示し、RD ピンは CPU への入力、WR ピンは CPU からの出力時にアクティブになる。単純な構成では、 上記のようになるが、今日のより詳細な技術については、CPU バスを参照のこと。コンピュータ内部、すなわち CPU の外側から装置の内部までの間では、いろいろなバスが使われている。上記の CPU 外部バスを含めて単に外部バスということもある。単純なマイコンでは、上記の CPU 外部バスの延長線の構成をとることが多いが、 今日ではパソコンでもチップセットによりシステムバス、メモリバスや入出力バスが統合されたチャネル構成を取る。コンピュータ内の各コンポーネントが接続されるバスである。上記の CPU 外部バス、すなわち CPU から直接出た信号線を指すこともある。フロントサイドバスとも呼ばれるがこの用語には諸説ある。 今日のパソコンでは CPU から出たシステムバスはノースブリッジと呼ばれるチップセットに集約して接続されるのが一般的である。メインメモリを接続するバスである。I.O. バス。入出力装置が接続されるバスである。ドマによりチャンネルバス構成を取る場合もある。今日のパソコンでは周辺機器との入出力のうち PCI-IDE。IDE USB などの比較的低速な i o バスについてはサウスブリッジと呼ばれるチップセットが制御する。AGP、PCI Express などの比較的高速な i o バスはノースブリッジに直接接続される。総論として現在の PC の構成ではバス構成よりもチャンネル構成に近いので外部機器を接続するバスが主に使われる。I ーバスやメモリバスは1990年代以前の PC や現在もマイコンなどによく使われている。拡張バスとは PCI などの拡張カードを直接接続するバスを指す。拡張バスの項目を参照のこと。コンピュータの各モジュールを対象に結合するバックプレーンにバスを置く構成もある。そのようなバスをバックプレーンバスというありがとうございます。